何かは分からないが、危険そうだ。息ができない。忘れてなかったんだ。彼女は動けなくなっても使命を果たそうとしたんだな。絶対見つけるぞ。この道を探そう。後で助けられるかも。うわ、脱皮するのか。確かめる方法は一つ。この技術、Gの家と同じ仕組みだ。もう少しだ。またスパイドロイドだ。受信アンテナを探しているのか。受信アンテナはあちこち探したぞ。あとはここしかない。タナローへの鍵は絶対ここにある。なかったらやっぱり G のネジは緩んでたんだな。ほら相棒。この印象は、サンタリクリーが G をここへ送るつもりだったんだな。タナローへの鍵は何世紀も封印されてるらしい。これでよし、受信アンテナが起動した。もうすぐだ。
ナロウへようこそ。美しい。次に発見する世界の名前は私が決めます。ご辛抱。最初は私も嫌いだったでしょう。まだ嫌いですよ。深淵の反対側にこんな楽園が隠れてたなんて。こちらへ、見せたいものがあります。ジェダイ騎士ダガンゲラ様が未知の世界へエスコートを。断る理由はないですね。あなたなしでここにはたどり着けませんでした。ああ、気をつけて。謙虚さを身につけたと思われるかもしれませんよ。凄まじいフォースだわ。言った通りでしょう。この場所にテンプルを建てましょう。ええ、私も同感よ。思ってた通りだわ。ええ、完璧です。私は銀河を見ました。ジェダイの光が届かない世界はまだあります。ここを訓練場とするよう申請します。タナローで？ここへ来るのは複雑です。もし何かが起きたら？このテンプルがオーダーの源となります。この銀河の辺境で深淵が通信信号を阻害するわ。ジェダイ評議会のメンバーを個別に招待しないといけない。ほう。待たせすぎです。競技会メンバーは決断がいつも遅いわ。特にマスターランシセスは現代との決闘の方が早かった。最後はあなたが勝った。辛抱ですよ。私の強みではない。先生になるなら覚えておいた方がいいわ。正しいことをするとあなたを信じてる。競技会もそれは同じよ。どうしたの？避難を。敵兵です。そんなバカな。なぜここにいる？出してくれ。お願いだ。
誰だ。さっきのはカルです。カルケスティス、あなたがダガンゲラですね。ええ、そうです。ジェダイですか。ええ、変わってしまった世界は。シス教によって共和国は帝国に変わった。オーダーを破壊し、残った俺たちを追っている。でも今はあなたがいる。戦える。一緒に。生きてる。オーダーは消えた。タナローに戻らねば。何があったんです。どうしてここに。侵略された。敵はできるだけ押しとどめたが、数が多すぎた。ひどい戦闘だった。だがまだ負けてなかった。まだジェダイ評議会がタナローを捨てる命令を出して反撃を拒否するまでは。捨てたって。ああ、私が見つけたんだ。私の居場所を黙って捨てろというのか。だがお待ちを。私は命令に背き、最も信じた者を裏切る。やめろ。何をした。
だ未熟か。うん、しもべだ。待て！我々をまとめるはずだった。でもオーダーを引き裂いただけ。評議会はあなたを見放しましたが、私は本当のあなたを知っています。だがあなた自身が忘れたとしても、彼女は彼のことを、彼が暗黒面に取り込まれたって知ったら、いい眺めだな相棒。グリーズとボードはもうマンティスを直したかな。
あんた新人だね。そうだ。ならちょっと頼み事してもいい？釣りマニアのやつがいて、スキフで山のふもとをいつもうろうろしてるんだ。帝国軍のキャンプ近くにいるの。無事か見てきてくれない？ああ、もちろんだ。ありがとう。ジ、新品同様だ。まさしく、あの機械式バーテンは見事な腕です。そうだ、タナローへの鍵は見つけたのね。複雑だな。でも見つける。文句が私の寝てる間のことを話してくれました。ジェダイオーダーが消えたことはとても答えているでしょうね。お互い大変でした。ですが我々は生き残らねばなりません。それに我々にはそれぐらいしか。そうだな。あと一人乗れるぞ。私はここに残ります。相談が必要でしたらサルーンで待っています。あなたに会えて幸運でした、カルケスティス様。見つけたものがある。ああ、またホロクロンか。ジェダイだ。故郷は国時代のバクタタンクに保存されていた。ダガンゲラを俺が。なんだと。敵だったベッドラムレイダーと手を組んだようだ。ジェダイを裏切って彼は落ちたんだ。まあそうだったか。タナローは実在する。深淵のどこかに。不可能だろ。深淵は近くを通る船を何でも飲み込んじまう。共和国は深淵への道を見つけた。だから森にアンテナを作ったんだ。誰も到達できない隠された世界。深淵を抜けて人生をやり直す。レイダーも賞金稼ぎも誰もいない。帝国もない。それはつまり誰もが安全で幸せに暮らせる夢の場所ってことか。ああ、居場所かもな。足を下ろせ。よし、俺はカンティーナに戻る。グリーズ、パイロットがいるんだ。どうしたもんかな。お前は一人でよくやってるようだし、ポト料理を時々掃除してくれればそれでいいんだ。アンティスに詳しいのはお前だ。ああ、カル、そのすまんな、もう全盛期じゃない。カードもまともに持てないんだ。前とは状況が違うのは分かってるが、力を貸してほしいんだ。本当にそう思うか。ああ、まあそれじゃあサルーンは文句に任せておけばいいか。グリージーマネーだ。よっしゃ。行くか。クレジットはいまいちかもだが、どうだ。カール、どんな山よりマシだ。想像しろ、恐怖もない愛する人たちと暮らせる場所を。ジェダイ惑星に詳しい人はシアだ。ジェダか。そろそろシアを訪ねてもいいよな。よし、出発前に飯を作るとしようか。使えそうなスクラップはあったか。山ほどな。何かが壊れたりレイダーが来たりすると誰もがプロジェクトを諦める。じゃあ工房は俺たちみたいな解体屋の天国だ。その通り。外の船はあんたか。ああ、それがどうした。いい趣味をしたやつが来たらそりゃ嬉しいさ。褒め言葉か。どうかな、
やあ、カル、会えて嬉しいよ。あ、おい、あんた、森を突っ切ってるのを見たぞ。覚えてねえかな。私はトア、歴史学者。最近はフリーランスでやってる。カルだ、同じくフリーランスさ。もっと探索する気か？当然、ミドルリムより外に行くのは初めてだが、もう宝の山だってわかる。何世紀も前、人々は新しい空の下で生きていこうと決めた。まったく、活気に満ちた世界を選んだもんだ。活気ね。なあ、またああいう空間を見つけたら教えてくれねえか？ああ。カル、瞑想場のことを聞いたんだ。調べてみるか？そうしたいよ。でも入ることすら大変で。俺がやってみるよ、とは。やってみる。だってよ、私が日誌を更新する間に玄武岩の柱をよじ登る男は違うね。楽しんでこいよ。実は散歩がてら面白いもんを見たんだ。本当か？お前が？ともかく奇妙な二人組が谷の反対側をうろついていたんだ。一人は長身で静か、もう一人は背が低くておしゃべり。獣の死骸を調べていたな。いかにもお前の出番っぽいな。身から出たサビだな。マスター、いかがします？ドアに鍵をかけてあの薄汚いのが入れないようにするのはどうだ？タングルをできないな。客は全員大事にしないと。静かに飲めるようにあの野獣どもを買収するのは？すまんな、うちもクレジットは少ないし、レイビスには賄賂は通じないと思うぞ。だと思った。じゃあもう一杯だな。なあ、文句。ご注文は？工房にはコアワールドから来た旅芸人と DJ ドロイドがいるそうだ。まさかそんなことがあるとは。なぜそこにいるかわかるか？彼らは自然の音を味わうために谷の大地にハイキングに出かけた。凶暴な動物の叫びも自然の音のジャンルに入るのかな。死んだらビートを出せないだろ。そうだな、俺が探してみるよ。そうだと思った。またな、文句。何が見つかるかな。カル、実は話したいことが。始まった。レイビスに売ろうとした装置が谷にもっとあるんだ。真ん中の建物にね。それで考えたんだけど、カルが出かけて様子を見て見つけたものを折半するんだ。またな、ターゲル。酒場のそばを飛んだのはカルの船なの？あれはスティンガーマンティスだ。グリーズの船だ。グリーズからあの船の逸話を聞いてるよ。グリーズの話は信用ならないぞ。それじゃあグリーズがマンティスでハクシオンブルードの基地に突っ込んだってのも本当だったってこと？ああ、それは本当にあったぞ。ガル、森の近くの滝を見たんだろ？レイダーたちがいるキャンプ地点か？残念ながらな。忌まわしい者どもです。この宝石のように美しい星を独り占めするなんて。それじゃあ探検は中止？ブラスター射撃を避けたいならな。ああ、そうだな。この星に友人と安全にリラックスできる場所は？レイダーのいない場所も少しあるけど、工房も変わった。友達と仲良くな。後でね、カル。ああ、そうだな。この星に友人と安全にリラックスできる場所は？レイダーのいない場所も少しあるけど、工房も変わった。友達と仲良くな。
後でね、カル。あの交響和国の古代遺跡を見てしまった今、とてもアカデミーに戻る気にはならないな。それを歴史学者から聞くとは思わなかった。私も自分で驚いてる。最初は図書館に戻りたくて仕方なかったよ。採掘現場を一箇所見るより30箇所の文献の方が有意義だろ。それでどうして離れる気に？うまく言葉にはできないけど、知れば知るほど手を汚して体験してみたくなる。コーヒーで汚れた端末で読むだけじゃ不十分だろ。別の機会にな。カール様、会えてよかった。こっちも嬉しいよ、ジー。もし私の時代のデータディスクが見つかったら喜んで解読しますよ。工房には見つかってない方も多そうですね。見つけたら教えるよ。こんなものを見つけました。なあ、ジー、モンクに最近の出来事を聞いたそうだね。理解できません。なぜ帝国がまだ支配を続けられるのでしょうか。帝国が好きなやつなんていないが、帝国の解体契約は割がいい。それにほとんどやつらの生活はそれほど変わってない。ああ、騙されませんよ。本音を聞かせてください。まあ変わったものもあるな。本国では実質的に全ての研究室が軍の資金援助を受けてる。でも共和国時代とあまり変わらないね。普通に生活して議会に議員を送って投票して。ま、投票なんて意味ないだな。ジェダイのいない銀河を想像できません。リドニウムの火花がないドライブコアのようです。獣を人に対してはるかに敵対的にした。例えばシェバペットは生息地を失うと縄張り意識を持って反撃に出るんだ。俺たちも同じだな。確かに人類が犯した最大の過ちは自分たちは違うと考えたことだな。やあ、あとでな、BD。ごきげんよう、旅人。カールでいいよ。そうはいかない。ああ、あんたは他の探訪者と違うな。いや彼らが掘るのは財産。ツーラックは理解困難なものを発掘する。そっちの方が見入りがいいのか。知恵は決して腐らない。そして常に不足している。今は会話の時ではないわ。どこかコアワールド的な雰囲気があるな。あんたもコアワールドの出身か。その通りだ。コルさんと最高の知識人たちから銀河ビジネスを学んでね。そしてそういう連中はチャンスに恵まれないまま無名になっていった。絶好のチャンス。ああ、ほら、非課税貿易、超法規的輸入、そういうのさ。ああ、密輸のことか。つまりやり方さえ分かってれば銀河は儲けるチャンスでいっぱいなんだ。忙しい忙しい。やっとあと少しだ。もうじ、僕の誕生日がもうすぐだ。何ヶ月も前から来週が誕生日って言い続けてるみたいなんだが。その通り。期待で胸が張り裂けそうだ。あ、でもじっくり考えてプレゼントに何が欲しいか決めたんだ。また私の根っこを捕まえるとか騒ぐんじゃないぞ。あ、いや、そんなことないじゃないか、ボウジン。もっとでかいものがいい。かなりでかいもの。僕の新たな人格に合うような。牙があるといいかな。パーグル、お前歯がないだろ。そういうことじゃなくて。
このサルーンを見て。なあ、モンクが頑張ってくれてる。邪魔をしないことで手伝ったんだ。屋上に庭があるって知ってる？ああ、知ってるよ。植物のいいとこって知ってる？僕が話しても逃げないんだよ。レイダーはここに来て長いのか？数年だ。私がついてすぐ。外縁部にレイダーのいない星はないが、ベッドラムの野郎どもは工房を永遠に変えてしまった。多くのハンターは必要な時に狩り、獲物が少なくなりすぎたら狩りをやめる。レイダーはスポーツとして殺し、多くの獣を人に対してはるかに敵対的にした。例えばシェバペットは生息地を失うと縄張り意識を持って反撃に出るんだ。俺たちも同じだな。確かに人類が犯した最大の過ちは自分たちは違うと考えたことだな。やあ、後でな、BD。ごきげんよう、旅人。彼でいいよ。そうはいかない。ああ、あんたは他の探訪者と違うな。いや、彼らが掘るのは財産、通楽は理解困難なものを発掘する。そっちの方が見入りがいいのか？知恵は決して腐らない。そして常に不足している。今は会話の時ではないわ。どこかコアワールド的な雰囲気があるな。あんたもコアワールドの出身か？その通りだ。コルさんと最高の知識人たちから銀河ビジネスを学んでね。そしてそういう連中はチャンスに恵まれないまま無名になっていった。絶好のチャンス。ああ、ほら、非課税貿易、超法規的輸入、そういうのさ。ああ、密輸のことか。つまりやり方さえ分かってれば銀河は儲けるチャンスでいっぱいなんだ。ね、坊主。ああ、確かに活躍の場が減ってたよ。スパイスが全然減ってないじゃないか。さてはこの1年まともな料理を作ってないだろう。俺の料理の腕前は半分以下で、操縦技能は4分の3だ。ありがとよ。だが機会が来たらすぐにヒーバーさんのアンバーハッシュを食わせるからね。大好物だ。楽しみにしてる。それでジェダに向かわないのか？それでシアってのは誰だ？俺の師匠だ。ブラッカで尋問官から俺を救って銀河の反対側まで連れて行ってくれた。一緒に苦労したようだな。ああ、そうだな。もう長い間会ってない。行くか。手がかりは新鮮なうちに寄った方がいい。ああ、包丁はどこだ？ブラッカのスクラップヤード以来使ってない。プラウフがくれた。ボガーノにあったコルドバの道具箱だ。中身はほぼ残っていて、きっと誰かを待ってる。今このシーオバードの羽は幸運の印だな。その通り、ラテロ料理だ。行ったことはあるか？いや、だが料理は好きだ。ラテロの料理があると幸せになれる。おお、お前はセンスと文化感覚のある仲間だ。そうだ、ジェダに着いたらパイルンヒーバーちゃんのラテロ料理を作ってやる。そいつは楽しみだ。勘を取り戻せばね。ジェダは初めてだ。都心に行くか？いや、シアは砂漠に閉じこもってるらしい。奇妙な忍者どもと一緒にね。もっと活発なカルト集団を選べばいいのに。ジェダから信号だ。シアらしいな。訪問することは伝えてある。ホロプロジェクターに表示しよう。わかった。
カラケスティス、光栄です。あ、どうも。シアは？ご到着をお待ちしてました。ですが砂嵐がこちらに上陸していまして、着陸は非常に危険なのです。それじゃあどうすれば？マスタージュンナが道案内役を手配しました。待った、誰か来るのか？合流座標をパイロットに送ります。よし、受信した。用心して接近を。帝国軍のパトロールが砂漠で目撃されました。ああ、警告に感謝する。さて、気色悪いな。どんな変人を送ってよこすんだろうな。帝国軍もいるしな。予想した歓迎と違うな。悪いな、坊主。あの砂嵐のせいでここまでが限界だ。合流地点は近くのはずだ。二人とも待ってろ。シアの案内人を探す。グリーズを任せな。グリーズドリタスに子守はいらん。はいはい、いい子にしてな。注意しろよ。気をつけろ。意味のないヒーローごっこはするなよ。グリーズ、俺の噂を広めてただろう。お前のこと以外にも話すことは多いぞ。見てたのか？正解よ。驚いた？俺の知らない人が来るかと。決めつけるのが早いのね、カル。以前とはお互いに変わったのよ。そうだな。来て、スピーダーよ。君のやつ、ちゃんと動くのか？さあ、どうかしら。まだ残ってるとは。遅れないで、ジェダイ。友達じゃ無理だぞ。敵が来るぞ。やつを倒すぞ。帝国が負けることなどありえない。もう敵はいない。
いわ。カル、壁よ。さらに来るぞ。一緒にやろう。もちろんよ、ジェダイ。私が食い止める。いい動きね。安全性が信頼されました。敵をマーク。守りを固めて縛りつけてやるわ。どうよ、カル。全員片付いたわ。新しい技を学んだのね。メリンもそうみたいだな。大丈夫。行きましょう。隠れ家は遠いのか？いいえ、この新しい友達ができたからすぐよ。少し喋る時間ができたわね。ああ、何年も経ってるな。もう銀河を全て見てきたんじゃないか。ええ、もうほとんど見たわ。どうだった？素晴らしかったわ。クラ島の水没都市ペルサヤ断崖、この銀河は苦しんでるけどまだ美しさは残ってる。帝国と戦ったりはしたか？ええ、今は暗黒の時代、できるだけ人助けをしたわ。元気そうでよかった。あなたもね。どこに行ってもいつもあなたのことを思ってたわ。あなたは何年も視野を避けてた。どうして今さら？彼女の助けが必要なんだ。ジェダイオーダーと関係してるものを探している。なるほど。去っていった私たちのことをまだ怒ってるの？そうなるとは思わなかったよ、メリン。俺たち全員が別々の道を行くなんてな。わかるわ、カル。でも私たちにも理由があった。スパメルさん、もうちょっと早くお願いできる？行くぞ。急がないと。急いで。スパメルはどこに逃げたんだ？自分の用事があったのでしょう。
ターンを理解してたな。見事だ。死ぬかよ。どうせ全員死んでるんだぜ。仕事の時間だ。ガッシュはしないわ。まだよ。パネルに救われたな。後でお礼を言わないとね。そうだな。よし、これでいいな。ほら、あなたと BD がどんな冒険をしてきたのか教えて。ああ、いつもと同じさ。帝国と戦ってる。転々としながら。それと特別なものを見つけた。帝国に見つからない場所でも戦う必要がなくなる。俺には戦いしか。カール、炎を見て。温まるわ。夜のいいお供になるでしょ。でも放っておくと行く手にあるものすべてを飲み込む。残るのは灰のみ。でも寒い夜は暖かい炎が一番。あなたもいるしね。会いたかったよ。私も自分の目で銀河を見る必要があったの。何を見た？自分よ。出会った場所や人に映っていた。ダソミアは故郷だけれど、縛られる必要はないわ。なぜ去ったのかわからなかった。でも今は分かった気がする。Thank you.
外したわよ。おはよう。晴れたわね。行きましょう。プレイステーション。